国慶節の連休中に陝西省太白県内の秦嶺山脈の山奥の自然風景を楽しんでいた観光客が、川沿いを散歩していた野生のジャイアントパンダに出会いました。撮影された動画には、パンダが川辺をゆったりと歩く様子が映っています。この風景区では今年、観光客による野生パンダの目撃情報が複数回あったということです。